What's up YouTube。 こんにちは、もじゃです。今日はね、またねやったんですけども、初めての企画、ダーン、ミスタードーナツで、ミスタードーナツね、今10月、もう半ばに差し掛かってきて、10月も半ばだね。うん、10月も半ばになったので、ハロウィンのやつが出てます。このニョロニョロみたいなやつ、まずね、ニョロニョロみたいなやつと、かわいいね、うん、チョコレートお化けみたいなやつ、チョコレートお化けみたいなやつと、最後このストロベリーちゃん、この3つをね、今日は買ってきました。じゃあまずね、このニョロニョロちゃん、ちょっと目ん玉食うの気持ち悪いんで、こういう感じですね。後ろがなんか、そう、紅茶味のベースにホワイトチョコがかかってる、うん、ああ、なるほどね。じゃあいただきます。うん、紅茶味だ。うん、紅茶味だけど甘いよね。うん、あ、なんか女の人が好きそう。次はこれ、これチョコレートのやつは中にマロンのクリームが挟まってて、これも可愛いね。ね、しおり、うん、なんかクリーム入ったことだ。マロンって感じはしない。うん、あんまりせんな。食べてみるもん。うん、あっち、そっちかい。お母ちゃんの方がどんた。しおり、チョコレートとかいいの？いいよ。うまい。感想言って。美味しくない？なんも言わん。最後、このストロベリーちゃん。これもなんか入っとんな、ホイップみたいなのが。中に、ジャムみたいな、なんだったかな。いや、ホイップが入っとんで、ホイップとアプリコットかな。アプリコットじゃん。うん、ほんと言うた通り、エンジェルクリームとか、はいはいはい、カスタードのと同じ生地のふわふわ系の生地にクリームが入ってるから、エンジェルクリームのちょっとアレンジバージョンって感じかな。この3種類しかね、今日は食べてなかったんですけど、結果どれも甘い。うん、確かに。どれが一番好みではあった？これはこれが好き。カスタードの方ね。うん、これが好き。うん、一番こってりしたやつかな。もともとね、ハロウィンのね、食い物俺大嫌いで、ハロウィン料理でね、これうめえぞっていうのがあったら教えてください。そもそもハロウィン料理っていう分野がないと思うけどね。いや、俺の中でだけあるんよ、そのただこう見た目でちょっと変わり種の食べ物っていうことよね。そうな、なのでこういうハロウィン料理のなんかうまいもんがあったらぜひ教えてください。ハロウィン料理ね。うん、もちゃんの動画を見てください。チャンネル登録してちょうだい。もちゃんのお店に来てちょうだい。リクエストには答えるスタイル。はい、一緒に一緒にしよう。せーの、ミスタードーナツ。はい、ありがとうございました。